変身。ダストチャンネル。ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのはこれだ。じゃん。仮面ライダーリバイス光るなるデラックスサンダーゲイルバイスタンプだ。イエーイ。こちらは仮面ライダーリバイスに登場するパワーアップフォーム。仮面ライダーリバイスに変身するために使うバイスタンプです。とうとうタイトル名の仮面ライダーリバイスというライダーが登場しました。そしてね、またこれが過去一派手なバイスタンプになってるみたいなので、早速レビューしていきましょう。もしこの動画が面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では早速開封していきましょう。パッケージの正面はこんな感じになっていて、これがサンダーゲイルバイスタンプになっております。派手だよね。で、これが仮面ライダーリバイス。こっちも負けず劣らず派手で、もうピンクでしょ、ブルーでしょ、で、蛍光イエローとかも色がふんだんに使われています。で、箱の横側はサンダーゲイルバイスタンプの正面から見た図ですね。で、反対側の横側、上側には基本的な遊び方が載っていて、後ろ側にも載っていますね。で、下側はいつも通りの注意書きになっております。さあ、では中出していきましょう。どんな感じで入ってるでしょうか。せーの、オープン、じゃらら、お、でかっ！でかっ！こんなでかいんだ！じゃーん、こちらがサンダーゲイルバイスタンプです。では、詳しく見ていきましょう。まずアップで見てみるとこんな感じで、正面には大きくサンダーがデザインされていますね。で、この部分はプロペラになっています。で、一周ぐるっと見ていくとこんな感じで、横から見るとレックスがね、口を開いたようなデザインになってるんだよね。で、後ろ側、で、反対側の横側行って、で、上側にはこの部分はボタンになっています。で、押印する部分はこんな感じで、これもレックスを正面から見て、口を開けたようなデザインになってますね。で、色はすごいね、綺麗で、まずこのピンクの部分はメタリックピンクだね。で、ここはメタリックブルーで、ここのあたりは、クリアのイエローになってますね。じゃあ上のボタンを押してみましょう。サンダーゲイル。すげえ、プロペラ回った。で、LED 発光もね、ただ光るだけじゃなくて、二色発光になってたね。めちゃくちゃプロペラ回るじゃん。いつまで回るの？おー、やっと止まる。かなり長い時間回ったね。もう一回押すと？あ、シャリーン。音声二種類になるんだね。これと、これだね。この音声なんかこの変身ベルト、仮面ライダー1号の変身ベルトの台風みたいじゃない？ちょっと聞いててね。このキラーの最初のシャキーンの音に似てる気がする。このプロペラもね、ちゃんとあるから、まあ、もしかしたらそれをオマージュしてる可能性もあるよね。この LED の多色発光はこの小さいボディながらすごい頑張ってるね。ただ小さいボディとは言ったものの、普通のバイスタンプと比べると、全然大きさが違います。1.2 倍ぐらいの大きさになってるね。ではいよいよ仮面ライダーリバイスに変身してみましょう。で、この変身の手順なんですけど、ウェブの取説とこの箱の裏に書いてある取説、これでね、若干違いがあるので、どっちもやっていきます。じゃあまずはウェブ取説の手順からやっていきましょう。で、今回ね、 LED 箱がかなり綺麗なので、照明落として見ていきましょう。ではいきます。まずはバイスタンプのボタンを押します。サンダーゲイル。で、いつも通り押印して、で、セット。で、倒して変身です。変身。おー、すげー、発光綺麗だね。で、変身の音声も二人の音声が鳴ってたね。いつもはオリラジの藤森さんの声なんだけど、今回バイスの声なのかな。なんて言ってるかっていうと、一心同体、居心地同体、超やばいっす、ゴーライト嵐でニュースタイル、仮面ライダーリバイス。
じゃあ次はこの箱の裏に書いてある変身の手順でいきましょう。まずバイスタント外します。じゃあ照明落として、じゃあ行きましょう。まずはいきなり応印します。でベルトにセットして、でここでボタンを押します。で倒します。変身。この多色発光すごいね。じゃあ次は必殺技いってみましょう。まずは上のボタンを押します。で倒して、でもう一度倒します。これは何て言ってたんだ。まず待機音がね、爆風爆雷ゴーで、必殺技音声がバクバクリバイストライク。じゃあ次はリミックス必殺技いってみましょう。これも最初にボタンを押して、で倒します。でもう一回ボタンを押します。ビルビルミックスで倒します。すごい、なんかさっき変身音の時もそうだったんだけど、ちょうどねこの音声が鳴るタイミングでなんかプロペラ止まってる気がする。たまたまかな、計算して作ってあるのかもね。で必殺技音声がビリビリミックス、リバイスアップ、必殺爆風爆雷、スタンピングフィニッシュ。他のバイスタンプとも連動できるみたいなのでやってみましょう。じゃあまずはスキャンする側のバイスタンプのボタンを押します。レックスで、このサンダーゲールバイスタンプの後ろ側のこの部分にバイスタンプのここを押し当てます。おお、すごい、チャージ。で上のボタンを押します。ライトニングトルネード。 LED 発光がブルーとパープルの2色に発光してたね。じゃあ他のバイスタンプも試してみようかな。このメガロドンバイスタンプがちょうど手元にあったので、これをやってみましょう。メガロドンで後ろに押し当てます。じゃあちょっと正面から見てみようか。いきます。お、色違う、赤とグリーンだね。でボタン押します。あ、音声は一緒だけどこの LED 発光がバイスタンプごとで変わるんだね。で仮面ライダーリバイスの画像を見ると、このローリングバイスタンプも継続して武器として使うみたいなので、必殺技も試して終わりましょう。じゃあ行きましょう。まずはこの部分にスキャンさせて、よっ、じゃあ行きます。ふん、これが劇中で登場するかもしれないね。ということで本日はデラックスサンダーゲールバイスタンプを紹介しました。まずね、このバイスタンプの中の風車がちょっとピント合ってないね。この中の風車が回るギミックがいいね。あと回転する時の音声もそうだけど、仮面ライダー1号の台風をまあオマージュしてるのかなって僕も勝手に思ってるんだけど、そういう感じもねすごくいい。あと LED 発光がすごい綺麗に多色発光するので、こんなにねちっちゃいボディなのにギミックがたくさん詰め込まれているバイスタンプになってるなと思いました。サイクロトロンドライバーも LED 発光がめちゃくちゃ綺麗だったから、何かね技術の進歩を感じてしまう。デモンズドライバーなんかもその最たる例だよね。今後のおもちゃ発売も楽しみです。今後もこのチャンネルでは仮面ライダーリバイスのおもちゃを紹介していきますので、リバイス好きだよって人はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。